インズインターナショナルは、焼肉レストランチェーン、牛角、しゃぶしゃぶ店、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒屋チェーン、甘太郎、北海道などを経営する外食産業企業であり、フランチャイザーである。株式会社コロワイドの連結主会社であり、焼肉店事業においては、採用手である。牛角牛角は、焼肉レストランチェーン。七輪を据え付けたテーブルやカウンターで焼くスタイルである。 店舗運営は、主にフランチャイズで展開され、レインズインターナショナルはその食材供給、店舗指導に注力する。812店舗を展開している。1996年1月、三軒茶屋に、焼肉市場七輪という店名で創業した。当時はあまり客が来なかったが、 会計の際に300円の割引の代わりに、店のクレームを言ってもらい、そのクレームを改善していったところ、繁盛店となった。店名も、牛の角をアンテナに見立てて、お客様のニーズを素早くキャッチするという発想から1997年10月、店名を、炭火焼肉鹿牛角に変更した。国際展開初めての日本国外への出店は2001年に、 開業したアメリカの店舗であるが、折からの日本食ブームに加え、テーブルで肉を焼くスタイルが好評を博した。日本国外には2011年8月現在、28の店舗があり、それら全店が黒字化しているという。アメリカ合衆国では、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューヨーク州など14州に45店舗を展開しており、いずれも人気を得ていることから、 2011年9月には、カナダにも直営店として進出した。また、アジアでは、台湾や香港、シンガポール、タイ、インドネシアなどに店舗を有する。これら積極的な国際展開により、2015年までには、日本国外の店舗数を100まで増やす計画という。CM 出演者シャブシャブオン野菜シャブシャブオン野菜は、 株式会社レーンズインターナショナルが展開するしゃぶしゃぶ、食べ放題の飲食店業態の名称である。388店舗を展開している。とまどま巨種カどまどまは、株式会社レーンズインターナショナルが展開する、居酒屋チェーン店の名称である。和風に、異国情緒的を取り入れた店内デザインを特徴として、女性客獲得に傾注している。 百二十一店舗を展開している。かまどかいしかかまどかは、かまどの日を名前の由来とする居酒屋業態の名称である。看板メニューの釜飯ほかは食を中心とした料理を提供する。五十店舗を展開している。二千十一年六月二日、富山県にある牛角高岡店で食事をした二十人の客が、食後、腹痛や下痢などを訴え、 そのうち15人から、腸管出血性大腸菌が検出された。この時、ユッケ等の生食用の肉は提供されていないが、サラダが提供されており、生肉と肉の名を同じ調理器具で扱ったために、O157 が付着したのではないかとニュース等で報道された。そのため、県は同店に対して3日間の営業停止処分を与えた。 2015年9月10日、ブラックバイトユニオンは、しゃぶしゃぶ温野菜北奈良市の店で勤務していた、大学生が、幹部からのパワハラ、アルバイト店員としての残業代の未払い、時間外労働の強制、落ちた食材などの弁済を強いられるとして、レインズインターナショナルに対し団体交渉を申し入れた。休時した際に、ミスをしたとして、アルバイト店員が、 総額10万円以上の購入を強いられ、当該店舗の店長が、労働時間を改ざんするなどの不正を行い、長時間にわたる時間外労働での賃金が未払いであり、退職時に、店長から4000万円の損害賠償を示唆されたと、アルバイト店員側は主張した。また、店長によって、家に行くぞ、殺してやる、やめるなら懲戒免職にする。 懲戒免職で就職できなくなるなどと脅迫されたと、する通話記録の秘密録音が、YouTube で公開された。労働組合側が、YouTube で公開している暴言の音声データついて、店長本人の声であると、レインズ社の広報担当者が認めた。その一方で、4ヶ月間の連続勤務や12時間勤務を強いた、ことはなく、最低賃金を割っておらず、 4000万円の損害賠償を求めた事実はない、などとレインズ社は主張した。9月14日、レインズインターナショナルは、具体的な解決方法を決定する権限はないとして、労働組合との団体交渉を拒否した。2016年6月、北、奈良市の店でアルバイトをしていた、男子大学生が、フランチャイズ、ドエジャパン株式会社に対し、 殺人未遂罪を含む訴訟を千葉地方裁判所に申し立てた。他、殺害をほのめかし被害男性アルバイトの首を絞める、腕や左胸を包丁で刺すなどの行為で千葉県警察に告訴状を提出した。そして、2016年11月28日、その男子大学生に暴行、脅迫を行った店舗の元スタッフが、暴行罪、脅迫罪、 殺人未遂罪などで千葉県警に逮捕された。2017年11月、被害男性は賃金未払いと医者料を含めた約800万円の支払いを求め運営会社を訴えた判決が千葉地裁で開かれ和解が成立。元店長と元従業員は告訴され暴行罪などで罰金刑が確定。2020年7月30日、 シャブシャブ温野菜氷山新桜通り店にてガス爆発が発生。改装工事の現場監督で仙台市の設計志向会社の男性会社員が死亡。周辺の銀行 ATM や企業試験を行っていた高校、病院、リハビリ施設にも被害が及び19人が重軽傷を負った。店舗は新型コロナウイルスの影響で4月22日をもって 休業しており、営業再開を前に改装工事を行っていた。福島県警察と郡山地方、広域消防組合は、ガス爆発と見て調査中。牛角に関するカテゴリー、しゃぶしゃぶ鬼野菜に関するカテゴリー、かまどかに関するカテゴリー、ありがとうございます。